次はブーリアン演算について解説しますこの機能を使用すると異なる立体の結合切り取り共通部分の抽出などが行えますそれではパラメトリックパーツを選択し元となる図形を書いていきましょう次にパートデザインとなっていることを確認し図形を追加していきますそしてプリミティブパーツより加算立方体を選択します するとこのように原点に接した立方体が作成されるので、このまま OK を押して確定します。これが一つのボディに配置された立方体ですが、もう一つのボディを作成し、別の立体を追加してみましょう。するとこのようにボディ001が追加されました。現在何もパーツが追加されていない状態です。 そこでプリミティブパーツより加算球を追加します。するとこのように球が配置されました。このまま OK を押して決定します。そこでボディ001をクリックするとこのように球のみが選択され、ボディをクリックすると直方体が選択され別々のボディであることがわかります。そこで立方体のボディをアクティブにします。それでは立方体のボディに対し、 球体のボディ001を使用して、ブーリアン演算を行ってみたいと思います。そうすると、このように選択されていないボディ001の球体のみが表示されます。ブーリアンパラメーターには結合、切り取り、共通部分の選択肢がありますが、ここでは結合を選択した状態でボディを追加を押して球体をクリックします。すると、このように2つのボディが結合されます。 このようにボディが一つになっていることがわかります。このボディを選択すると、このように一体化した表示となります。それでは元に戻し、ブーリアン演算の切り取りを行ってみましょう。直方体のボディを選択し、ブーリアン演算ボタンを押します。そして今度は、リトリオプションを選択します。次にボディを追加をし、 球体を選択してみましょう。すると、このように球体部分が削除された図形となります。OK をして図形を確認すると、このような形で切り取り図形が完成します。それでは元に戻し、共通部分のオプションを実行してみましょう。立方体のボディを選択して、ブーリアン演算ボタンを押します。パラメーター画面が表示されたら、 共通部分を選択し、そしてボディを追加で Q をクリックします。すると、このように2つの図形の共通部分を残して図形が完成します。